ルガーノは、スイス連邦の都市。イタリア語圏である、ティチーノ州最大のコムーネである。マッチョーレコとコモコの中間にあるルガーノ湖のほとりに位置する。ブレ山とサンサルバトーレ山の間で、カサラテ川が湖に注ぐ地点にある。イタリアの主要都市、ミラノまでは、直線距離で60キロメートルほどである。1905から1910年頃のルガーノ。 ブロクジンゴルスキーによる、村落としてのルガーノに関する初めての記録は、その信憑性について議論がある。それによると、724年に、ロンガルド王国のリュートプランド王は、コモにあった聖カルポフォールス教会に、ルガーノにあった、様々な財産を譲渡した。804年、内百844年の他の文書は、ルガーノ湖を、ラコルナスコと表記していた。 984年の法令は、ルガーノを、市場庁と記載している。874年の記録では、ルガーノは、ルアーノと記されたが、1189年の記録では、現在の表記が採用されている。市匠も、この頃に作られた。1208年10月18日から1209年11月14日までの間に記された文書によると、市匠の4文字は、 ルガーノの略語である。ルガーノはドイツ語圏の関東であることで知られていた。第二次世界大戦後、特に1960年代から1970年代にかけてイタリアから豊富な資本が流入したことから、ルガーノでは銀行が指数関数的に増加し、スイス第三の経済、金融の中心地となった。現在、ルガーノには100を超す金融機関がある。 ルガノ空港ルガノ駅、ありがとうございます。